山本太郎です政治ってよくわからん。いいえ、あなたの生活に不安がないよう仕事をするのが本来の政治。でも今、そうなってます今年4月、お腹が減ってお地蔵さんにお供えされていた100円相当のポップコーンを食べた男が逮捕された。生活が苦しくとも盗んだら法律で裁かれる。 一方自民党4分の1の国会議員たちは数千万円もの裏金をネコババしても逮捕なし議員辞職なしお金も返さない政治家の皮をかぶった盗っ人強盗です一方生活が苦しいと感じる国民は全体の約6割国民の6.5人に1人がすでに貧困ひ人親世代2つに1つが貧困高齢者 5人に1人が貧困。1人暮らし女性。4人に1人が貧困。社会の底なんて当の昔に抜けちゃってますよ。でも、大企業、資本家だけは儲かりまくってる。大企業の現金は、この13年で、139兆円も新たに増えた。大金持ちの数では、世界で2番目に多い国が日本。生活が苦しいのあなたの努力が足りない、自己責任って空気、 ないですか騙されないで政治が作ったルールに問題があるんです絶望してるだったら変えよう令和と一緒に大丈夫この国の治療法私たちが持ってますまずは消費税を廃止あなたの使えるお金を増やそう消費税とはあなたを騙す詐欺消費税が35810パート 上ががるるにに必ず法人税税の減税がセットになっているあなたから絞り取った消費税は大企業や資本家に減税するための穴埋めなんです。ほんの一部しか社会保障に使わず、組織票と企業献金のご恩返しに使われている。消費税が上がるとみんな物を買わなくなる。物を買わなくなると世の中にお金が回らず全体の賃金が下がる。例えば、 あなたが150円のリンゴジュースを買う。その150円は買ったお店だけでなく、リンゴを作った農家、ジュースを作る工場、そこで働く人たち、それぞれを運ぶトラックドライバーにも、あなたの150円が広がる。波及する。つまり、あなた個人の消費は誰かの所得になる。 100年に一度の不況、リーマンショック。この時、個人消費はマイナス4.1兆円も落ち込んだ。一方、消費税8%の時、個人消費の落ち込みはマイナス10.6兆円。これまで消費税を増税したすべてのタイミングで、個人消費の落ち込みがリーマンショック超え。そして景気は、増税前の水準にも回復していません。 この30年の間でみんなどれぐらい貧乏になった所得の真ん中中央値13。131万円も下がった。世界的にもこれは異常。実質賃金。先進国は上がりまくり。日本だけ30年間下がりまくり。この状況でも消費税減税をやらない理由は自民党。システム変更に大きな期間がかかる。野党第一党。 減税には時間がかかる。そう力説してる。世界を見れば、景気が不安定な時に、消費税の減税は常識です。減税までにかかった時間は、イギリスは7日、マレーシア16日、ドイツは28日。どの国だって1ヶ月以内でやってる。こう説明すると、税制改正には時間がかかるから無理です。そう言います。でも、 ドイツは2週間で法改正。合計28日間で標準税率の減税を実行した。やる気がないだけなのに時間がかかると言い訳する。間抜けな政党はさっさと退場させましょう。消費税は廃止。最低でもすぐ減税。その先頭に立つのが令和新選組です。最大の問題は国民にはお金を出さない土下チ体質。 国際統計を見ればお金をいっぱい出した国ほど経済成長率が高いことがわかります。先進38カ国の中で国内への投資で成長している国のトップは韓国。20年前、一人当たり GDP は日本の半分以下でした。今や日本を追い越す勢い。一方、先進38カ国で一番のビリは日本です。国民に投資しなければリターンもない。 ドケチ国家が国民を貧困化させた。一人当たり GDP で見ると2000年、日本は世界2位だった。そして2023年、34位。国民が貧乏になる中、なぜ毎年、一部の大企業だけ過去最高利益を更新できるのか。法人企業統計を見れば一目瞭然。97年頃から現在まで、大企業の売り上げはほぼ横ばい。一方、経常利益は4倍以上。 株主への配当は8.4倍。従業員を非正規や派遣に置き換えて給料をほとんど上げず、未来への投資、設備投資も減らした。削った分を利益にして株主に差し上げ続けてる。どう頑張ったってどうにもならない現実。それは一部のものだけに圧倒的有利なルールを作って、国内を草刈り場にしてきた自民党と、それを体を張ってでも止めてこなかった。 野党にも責任があります。まずは令和新選組と失われた30年の所得を取り戻そう。消費税は廃止。フリーランス潰しのインボイスも廃止。国民健康保険、介護保険など、社会保険料は減免。そして、季節ごとの現金給付。あなたの使えるお金を増やす。あなたの消費は誰かの所得。全体の消費が増えれば、所得も増える。 子供の医療費、給食費、保育料。子供にかかる費用すべて無償に。教育費、大学院まで無償化。奨学金という名の国がやっているサラ金はチャラにする。住まいは権利です。断熱性の高い光熱費がかからない公営住宅を増やそう。そして年金底上げ。赤ちゃんから高齢者まで切れ目なく国が支える。地震大国の日本。 必ず来るると言われている大地震の規模は首都圏直下地震は建物など想定被害額で47兆円つまり阪神大震災の5倍東日本の3倍南海トラフは想定被害額阪神大震災の18倍東日本の10倍元日の能登半島地震は政府は事実上ノーマーク甚大な被害をもたらした日本で原発続けられません 原発は廃止。エネルギーの転換を。ガス火力をつなぎとして、省エネと再エネで、エネルギー自給率100%を目指す。農業は国が支える。生産者の所得保障を大胆に、食料自給率、まずは50%へ。戦争ビジネスではなく、政府が財政出動で、食料、エネルギーを国内で自給する。これぞ本物の安全保障。失われた30年の賃金を取り戻そう。 全国一律最低賃金1500円は当たり前。中小企業に対して賃上げ分を事実上補填。介護保育月給10万円アップ。非正規公務員の賃金を倍に。人を使い捨てにする国から人に投資する国災害が起きても自己責任。そんな国はもうやめにしよう。障害があっても、病気になっても、年をとっても何があっても心配しなくていい。 生きててよかったと思える国に変えよう。令和と一緒に。あなたの一票とあなたが横に広げてくれることで力を貸してください。比例は令和に。茶番だらけの国会で空気を読まず突破する。令和新選組。比例は令和に。